私からあなたへこの歌を届けよう。白い世界にたった一人の私の好きなあなたへ、年老いたあなたへこの歌を届けよう。心優しく育ててくれたお礼代わりにこの歌を、知り合えたあなたにこの歌を届けよう。今後よろしくお願いします。名刺代わりにこの歌を、別れゆくあなたへこの歌を届けよう。寂しい時に歌ってほしい、遠い空からこの歌を。はい、こんばんは。今夜はね、財津さんのね、切手のない贈り物を歌いました。2020年5月の13日、水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、どうもね。ああ、今日も早くてよかったね。さて、今日も YouTube ライブやりましょうね。なんとかの配信具合ね。まあ、ローカルで録画してるからね、万が一のようにね。なるかな。もう5月か、早いね。でも少しずつコロナが、本当、今週末って山行けそうかな、どうかな。楽しみね。来週確実だ。来週は確実かもしんないね。最終話で、ね、来週土日はね。今週はでも、よければね、行けそうなんだけどね。奥多摩行きたいね。奥多摩で選択したい。続いてるよ、ほんと。早くなんだっけ。ギアトップのテント使いたいよ。2020年13日水曜日、上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日。一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に、幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。思い出す秋の日。一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に。悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。はい、こんばんは。今夜はね、上を向いて歩こう歌いました。2020年5月の13日水曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。あ、さくらさん、どうもね。プログラムさん、どうも。ワッツンさん、どうもね。はい。
いいか、よかった、よかった。さて、今日も、配信からどうかな？ね。なんとつながってかな？じゃあ、今日のお夜食行こうか、今日。今日は生揚げを炒めてこようか、今夜。今夜は生揚げ炒めだ。ね。生揚げと小松菜の炒め物かな。ちょっと炒めてもいいでしょ。炒めてこよう。はい、これで、小松菜と生揚げ。はい、今夜のつまみはね、小松菜と生揚げの炒め物。あ、どうも、こんばんは。シミットさん、どうもね。桃屋さん、どうもね。今夜、小松菜と生揚げの塩炒め。いただきます。小松菜。彩りがいいね。塩だけで。こんばんは。あ、ジニスカさん、どうもね。生揚げだ。まあ。今日はお酢はないです。今日は、普通に醤油炒め。
一杯飲もうか。今日はこれつまみだから。今日はね、ホッピー飲もうか、包丁ホッピー。ホッピー飲もう、ホッピー。もう冷蔵庫シェアしてあげます。グラスね、焼酎、ホッピー、ホッピー割り、これもうシェアしてあげるからね、冷蔵庫で。このサイズの焼酎はいいね、小さいのはさ、冷蔵庫で簡単シェアしてさね。半分ぐらい、200cc ですね。半分、まあじゃあ 100cc ぐらいずつホッピーでおります。ホッピーは1本使います。あ、こんばんは、青木さん。でも今日ホッピーでね、小松菜と生揚げの塩炒め、うん、うちのあたりで一番安いのこれ。それで120円、120円ないかな、これね。25度、これ 200cc 入って一番安いんだ、あのうちの方だ、店ではね。半分ぐらい。こんなもんで、またもう一回分ね、これ。もう一回分。で、これホッピー、全部入れます。はい、乾杯。分かるよ、大体味分かるからさ、うん、自分で炒めてっからさね、分かる。そんな大体料理するの分かると思う。大体炒めながら自分でさ、考え、それなりにも作ってんだからさ、自分で一応炒めてんだからさ、あ、こんなもんかなってしようとか大体。あ、そうだ、あ、こんばんはね、清水さん。ドイツ語じゃない、喋れませんよ。ちゃんと分かってますよ。じゃあ生揚げ、じゃあ三角形に切った塩炒めね。うん、チーズないよ、大丈夫よ。小松菜、インドのさんのもね、そうなんだ。僕は喋れないな、もうね。そりゃ外国行ったことねえもん。外国どころかもう本州出たことないからね。うん、海を渡ったことないんで、うん、海渡ったっていうかな、渡ったもんね。本州でも、本州以外って本当東京湾のあれ猿島だからね。猿島、島って言ってもね、あんなもんだもんな。うん、行ったことある島はさ、江ノ島と城ヶ島で、あれ橋で繋がってからね、橋で繋がってるのは島で行ったことあるのが猿島だけど、あんなも東京湾だからさ、ほぼ本州でしょうね、みんなね。もう本州出たことないことだね、うん、猿島も城ヶ島も江ノ島もほぼ本州のすぐ近くだからね、特別ないですね、うん、まあ生きてればいい。ない、まあ、いや、奥多摩行きたいね、今自粛中で行けないからさ、奥多摩行きたい。奥多摩で全然握手したいな。小松菜だ、これね。ですよ、食べること。人が食べたことないよ。あ、そういう時は炭酸系はいいな。死体の女の子とね、可愛い子とね、若い子と、ね、若い子とね、濃厚なことしたいね。うん、濃厚か濃密か、どっちの意味よね。濃密ね、濃厚か。意味は変わんないよね。濃厚も濃密もね。意味は変わんないと思います。
もうそろそろ収まるだろうね。うん、収まると思う。もうだいぶ。焼酎のっぴわりで。女の子かわいいよね。インドの哺乳。そうなんだ。フランスも、ラテン系かね、フランスはね。トータゲル、ゲルマンね、ゲルマンね。トータゲルマンね。ヨーロッパって小さいような考えたらね、ほんとちっちゃい。ヨーロッパってさ、面積としてはね、ほんと小さいよね。あそこ集中してんだもんな、考えたらすごいよね。ヨーロッパ、そのちっちゃいところになおかつ分割するんだもん、面白いね、ほんとね、世界ってね。あれ、ちっちゃいところ分割して住んでてね。ビール、あ、そうだ、ヨーロッパ、あ、そうね、向こうはさ、外国よく言うね、ヨーロッパってさ、あんま真水がうまくないからアルコールよく飲むって、ね、向こうの人ってね、日本みたいに。資金が豊かじゃないからさ、あんま前水がねえから、アルコールでゴムかすようなこと言うね、外国って。それあるみたいだね。バレてるからしょうがない、だってもうって。あれに乗ったら見られちゃって、もうかなり前だけどさ、10年ぐらい前だけど。あれね、まあ長いこと昔知ってる人はわかると思うけどさ、もう10年ぐらい前にね、スパに乗ったんだよね。あれ大体バレてるから、スパに乗ったから。生存確認をしてるってこと、生存確認の一環でやってるってことは、スパに乗ってるんでね。まあ、銀次郎さんとか最近の人は分かんないと思うけどね、10年以上前、スパにちょこっと乗ったんだよ、スパ。スパって知ってるから、不走者っていうさ、富士山系の系列のし、あし、なんだっけ、出版社でさ、出てんだ、スパって。ちょこっと乗ったんだよね。それ見て、たまたま職場の人が見てて、それでバレちゃった感じね。まあ、そんだけだからね。すげえ。あ、すごいちっちゃい木なんだけどさ。3分の1ぐらいかもしれない。ほんと、半分の、白いって、半分の、その3分の1ぐらいなんだけどね。信頼してるんだね、みんなそうよね。所詮、配信タグで言ってしまう生存確認、みんなそうだと思うよ。最近やってる籠池夫婦もやってるけどさ、あれも生存確認だと思う。籠池さんやってるね、すごい。ただ電話、入れ歯じゃないよ。入れ歯じゃありませんよ。ないからね、自分の話を。自分で山持ってすぎよな。自分で山持ってね、たまにある YouTube でさ、ね、山持ってるってすごいなと思う。自分の山だったら好きにできんもんな。あ、こんばんは。
歌ってますよ、街なんかで。毎日聞かない人は分かんないと思うけど、歌ってますよ。いろんな歌を毎日歌いたい歌を歌ってますんでね。毎日見てないし分かんないと思うけどね。歌ってますよ、結構ね。今日はね、上なんだっけ、あれ歌ったんだっけ、今日。上を向いて歩こうは歌った。上を向いて歩こう。ね、一人ぼっちって同じようなやつ。僕は一人ぼっちだからさ。こんばんはね。一人ぼっちでも僕がこうやって生きてるからさ。大丈夫よ、人間。一人ぼっちだから僕は。ちょっとわかんないよ、僕。米津玄師さん自体あんまり最近知ったばっかりよくわかんないんで。だいぶ見上げてから、歌いますよ。A さん系の作詞は大体知ってる。A さんはね、歌いますよ。見上げてごらん、夜の歌えるよ、リンドロンさん。どうもね。かなり僕は、どうも。しょうがない。僕がかけてんじゃねえから、しょうがない。かけてるのは、そういう電話するやつだから、僕が知ったことないから、ほっときゃいいんだよ、僕は。神経質じゃないから大丈夫。あ、今日動画で見たんだけどさ、あれ笑っちゃった、あれ。トレック注釈のさ、蓋のカチャカチャすんのが気になるっていうのね。そんぐらいしょうがないと思うよ、あれ。神経質だなと思っちゃった、あれ。そんぐらいしょうがないと思う。流せないのかなとか思って。確かにね、トレックの蓋ガチャガチャするよね、あれ。スノーピークの、あれ、黒の袋はさ、あ、余裕があるからさ、一応ガスのカートリッジを一緒に入れればいいように大きいんだよね、書いてたけどね。でも入れない人はさ、焚き火使う人はさ、ね、そのトレックなんか、ガスが必要ねえからさ、そういう人はさ、ガチャガチャ言ってうるさいとか言って、ね、それみたいなもん。だから、そうだね、僕は関係ないからね。あ、ブレコさんどうもね、今日はね、小松菜とね、生揚げの塩炒めで、ホッピーを、焼酎のホッピー割りです。塩だけで。まずはね。トレックはね、トレックは山で使うようになったね。焚き火で普通の焚き、あれ、河原とかさ、普通のキャンプで使う場合はね、スノーピークのね、パーソナルクッカー使ってるから。焚き火使うのはトレックの1400だけね。トレックのさ、アルミのさ、セットのやつ、ね、コンポのやつ、1400、900は山で使ってます。焚き火では、ね、使ってるのはね、最初僕焚き火でね、トレックの1400買ったわけ、あ、気に入っちゃったんだね。焚き火はさ、だってどうしたらついちゃうでしょ。だからその1400はね、焚き火専用にしてね、山に持ってくるんだ。山に持ってくるのはさ、1400と900をコラボ、セットで買って、それを持ってってる。あれよね、僕ね。1400だったらね、まあ4合は炊けるから、ね。で、4合炊くとやっぱね、多少ね、炊いてる間ね、水がね、ちょっとね、こぼれる心配があるけどね。だからね、1400、トレック1400で、米3合ならね、大丈夫よ。沸騰してもこぼれないからね、余裕。1400で3合余裕で。900で3合炊けるけど、3合、900で3合炊こうと思ったら、やっぱりね、多少、沸騰してる時ね、ちょっとこぼれちゃうね。2号だったら大丈夫。青菜だから、青菜はみんな太陽の光浴びてるからね、そこそれがいいんだよね、青菜はね。金華だね、あれ、東海の方だろうね。やっぱもう奥多摩が生きていく、今、奥多摩に一番行きたい。こんばんは。大統領さん、どうもね。もう一杯飲もうか。あ、ホッピー、焼酎のホッピー割りの残りのやつ半分入れて、じゃあもう一本ホッピー持ってこうか。焼酎を入れて、じゃあもう一本持ってきます。だいたいいつも2杯飲むからね、これね。CC だいたい100ぐらいずつね、2回分で。じゃあもう一本持ってこう。もう一本持ってこよう。
んだ、これで230円だもんな、これ安いもんだ。ホッピー本体は230円。これ焼酎はさ200入って100兆だから500円しないんだ、これだ。日本のでもこれで500円しないんだ、これ。家で飲むと安くていいや、これ。はい、乾杯。どうも、ベンデさん、どうもね。いろいろじゃないな、昨日はさ、なんだ、昨日なんだろう。あ、昨日も焼酎系だったね、あれ、ハイボールだったからな。まあ、夜しか飲まない、仕事から帰ってからね。アルチューじゃないよ。適度なアルコールはね、必ずいいからね。百薬の長っていうからさ、アルコールはね、適度に飲んでますんで。はい、乾杯。どうですか。ドイツは日本とも仲いいんだよね、あれね。世界大戦女組だったからね、ドイツはね。ドイツ、イタリア、日本はそうよ、ね。組んでたからね、第二次世界大戦ね。早いよな、本当。今の首相はさ、あれ女の子だよね、あれね。今ドイツの首相女の子でしょ、あれ。こんばんは、ラルさん、こんばんはね。焼酎のピュアリですよ。生揚げと小松菜の塩炒め。いいか。この家出ちゃったからな。それなら親と一緒に住めばよかったんだよな。住めなかったからな。しょうがないね。でも、両親二人とも死んじゃったからね。ここに帰るようにしてます。ね、帰んなかったら、だんだん空き家になっちゃうからさ。なるべく帰ると帰れるときに帰って、こっから仕事に行ってます。唐揚げ欲しくないけど、太っちゃうね。もう結構、生揚げ一人で食ってるからね、これね。欲しいね。生揚げ好きね。じゃあ最後、生揚げ。今日三角形にした。生揚げ。生揚げは、このいいね。衣を炒めるとさ、衣の部分がさ、ねえ、おばあちゃんくんだよね。はい、安くんどうもね。じゃあ小松菜と生揚げの塩炒め。僕は生揚げって言うから、生揚げって僕は。西日本のやつらはさ、あれ厚揚げって言うんだ、あれ。もうこっちの人間だから、東日本なんで生揚げを。
西日本ね。そうや、リンドローさんも厚揚げっていいんじゃない？西日本だもんね。そうよ。西日本の人はそう厚揚げって言うんだよね、あれ。もうこっちの人間なんでね、生揚げって言います。こういうしてませんよ。だから初めて生揚げって聞いたのはね、あれ。神田川料理道場のあの人だ。あの人西日本だからね。生揚げって、こと厚揚げって言うんだ、あれ。あれでも、すごい違和感感じたもんな、あれ。厚揚げって何だろうと思ったら、生揚げのことだったんだ、あれ。こっちが生揚げだからね、あれ。そう、油揚げをさ、薄揚げって言うんだもんな、あれね。西の人たちが。こっち油揚げだからね。そう、生揚げだ、こっちはそう。そう、こっち、首都圏の方は、そう、東は生揚げ。幼い頃、ほんと、神田川料理道場見てさ、ほんと神田川料理道場で知った僕。厚揚げっていう。あ、そうか、やっぱり。はんぺんってサメ使ってんもんね。西日本ってサメ食わないもんね、向こうの人ってね。これ、首都圏はね、サメの似たの食うからな。はんぺんって白身魚はさ、あれ、すり身にしたやつだからさ。サメ来たら食わないもんね、向こうの人ってね。だから、それもあるかもしんない。そうね、どっちも揚げだからね。ずっと、いつからもないよ。僕、終わってないうちに工場だからさ、別にカレンダー通り。ゴールデンウィークもさ、カレンダー通り3、4、5、6休みで、別に普通に変わらないよ。あれ、営業職とかじゃないからさ、工場仕事だからさ、終わってないから、始まりもないからね。わかったかな、モンちゃん。ずっとそのまんまですよ。下請けの工場みたいなもんだから別に。体通りです。だ始まりとか終わりないだ。5月の連休、カレンダー通りに3、4、5、6休み。そんな感じです。そうですよ。ほんと今年はさ、ほんとこんなコロナさんの影響でさ、ステイホームだったから行けなかったね。通常だったらね、奥多摩行ってたよね。去年も行ったもんな、僕も。去年5月の連休、初めてあれ、そうだ、あれ。奥多摩で雲取りに行った、あれ、初めてあれ。雲取りの、三峯側から下山したんだよな、去年はね。この辺はそれもできなかった、今年は。大判焼き。今川焼きは、まあ、聞いたことあるけど、メイン大判焼きですよ、こっちは大判焼き。いろいろ地方じゃ今川焼きっていうのは知ってるけどさ、だいたいメイン大判焼き。大判焼き。僕はね、あれ、郵送でいただくことに決めてるんでね、来月だと思う。荒川区はね、5月の28日からね、順次、配送する、あれ、郵送するっていうことだから。だから5月中には。地域によっていろいろあるよな。こっちは大判焼きね。本州なのかすごいよな。関西ってほんのり本州だからね。同じ島だけどね。変わるんだもんな。九州って言ったらさ、全然変わっても当然だよな、あれ。九州はもう全然本州と島が違うんだもんね、あれね。そりゃ文化も違ってしょうがない、当然だよね。関西って言ったところで、首都圏と同じ本州だもんね。それでもね、文化の違いがあるんだもんね。それ考えたら九州とかだったら結構違って当たり前だろうなって僕は想像しちゃうね。関西って言ったところで同じ本州なんだもんな、あれ。そうなんだ。でも、僕は大判焼きですね。大判焼き、メインは大判焼きで、地方ではそういう呼び方あるのは知ってるけどね。
お盆焼きね、あれ丸いやつね、たい焼きの丸いバージョンのやつね、お盆焼きって。お盆焼きが一番しっくりくる、お盆焼き。今川焼きって言うとね、そういった地方心を感じる。今川焼きというと、地方の人かなとか思っちゃう、僕は。今川焼きとか言ってるの見ると、こっちは大判焼き。関西の中の新地じゃん。新地っていうのは、紀伊半島の中心部でしょ、あれ、新地って。関西はさ、西日本全体じゃんね、ほとんどね。関西の方がでかいわけ。近畿って言ったらさ、大阪とその周辺とか、そんな結構近いとこでしょ、あれね。紀伊半島とか。関西はさ、僕はそう思うよ、あれ。近畿幅広いでしょうね。まあでも、まあかぶる場所もあるけどね。その辺は微妙なんだ、言い上げ方はね、もともとね、その辺はなあなあでいいのよ。まあ、それでね、それぞれ、関西って言ったり、近畿って言ったり、どう違うのか、まあ、その時によって使い分けるね、そんな、百種定規にやらなくてもいいんです、そんなね。見つかった、メール、あるよ、ただ着てないだけ。今、これ着てっからさ、使ったやつ見つける必要ない、ちゃんとあるんで、ちゃんと着ないだけで。あれ、さつまいも服、ボロボロだから着ないだけだよ。じゃあ、関東にもありますよ。あります、それはありますね、どこか。小松菜と生揚げの塩炒め。美味しくいただきました。おしまい。東京にはね、首都だからさ、首都大学があるからね、首都大学。ちょっと前に都立大学ね、今、首都大学っていうからね。でもよかったじゃん、生きててね。まだ子供小さいからね。お父さん生きててよかったじゃんね。よかったよかった。亡くなったのはね、大相撲で死んだね、あの人、20代の人ね。28歳だっけ。あれ、すごいな。まあ、しょうがないね。相撲の世界はね。ねえ、ちょっと今、特殊だからね、しょうがないね。あの世界はね。しょうがない。大相撲の世界は特殊だもんな。ホッピーもおしまい。もう勝手じゃあ今日はこの辺で終わるね。ありがとうね。本日はこの辺で終わります。ありがとうね。そうなんだ、赤羽先生。あ、平塚君情報ありがとう。あ、平塚君情報ありがとうね。今知ったよ。赤羽先生閉店してるんだ、あそこ。ありがとう、ジョン。おやすみなさい。うまかった。おやすみなさいね。また明日。また明日も仕事から帰宅次第ね。おやすみなさい。でも、シロス君ありがとうね。声優ジョンありがとう。知らなかった。初めて知った。赤羽の声優閉店っていうのありがとう。知らなかった、ほんと。荒川の河原行くときはいつもあそこで買い物してたからさ。平須君情報ありがとう、ほんと。声優閉店。最後、今日は最後歌うだよ。今日は最初歌ったからね。ではまたね、みんな。リンダロさんもどう
大見島にあるんだ、ショッパーズって。で、またね。お互い様にお疲れ様。青木さんもありがとうね。おやすみね。うん。また明日。終わりました。じゃあ今日はこの辺で、ではまたね。最後はこの歌でも締めようか。とてもない贈り物、とてもない贈り物を歌って終わろう。私からあなたへこの歌を届けよう。白い世界にたった一人の私の好きなあなたへ。年老いたあなたへこの歌を届けよう。心優しく育ててくれたお礼代わりにこの歌を知り合えたあなたにこの歌を届けよう。今後よろしくお願いします。名刺代わりにこの歌を。別れゆくあなたへ。この歌を届けよう。寂しい時に歌ってほしい。遠い空からこの歌を。ではまた、おやすみなさい。